常温でラードみたいになったわけ。そうです。白いですよね。うん、そうそう。それでさ、口に入れたったね、まあ、キューブみたいな状態で、ね、口入れさせてもらったけど、翌日にさ、そのままの状態でやっぱ出てくるわけ。あ、ラードよ、あれ。いや、そらさ、通じ良くなろうって、うん。けどさ、なんとか溶けない油で。溶ける温度が高いんですよ。そう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 。こう塗る分はまあいいんですけど、口の中に入れるのよりはやっぱりですね。オメガ3の方が断然いいと思います。オメガ3という言葉がない前からね、実は15年ぐらい前から、その良質な油を取らねえかんという話からさ、ね、申し訳なければバターとかもね、だからバターも香りもいいしさ、ね、美味しいよね。だけど、だんだん気をつけないかなってなった時にね、エゴマが偉い印象しようと思うんやけどさ、デパートで買ったら1200円ってあるけど、こう、普通に売り寄ったらやっぱり、どうかしたら980円とかで売り寄る時期とかもあってね。そんな時にこう、やっぱちゃんとこう、あれよ、賞味期限とかももちろん見ながらね、買っちゃうけど、大体だけ1000円から1200円の間で買うんちゃうけど、絶対もうまとめ買いせんことしてたね、その、そういう酸化を。うん。で、大体3ヶ月以内に使い切るっていうふうにこう、決めとっちゃうけどね。で、冷蔵庫に入れとっとし、もう。あ、そうか、ね。うん。いわゆる、なんていうかな、少しでもいい工事しようとしよう。そしてアルミホイルにクリップをしといてっていう状態でさ、酸化するからって言うと今度酸化させるように工夫すればいいだけの話じゃない。はい。で弱点ばっかり言われてもそれでさ、しかもさ、私がそんなことに疎いなら別だけど、一応気にしとうけんね。うん、結構しとうよね。しかもなんていう、あ、でただね、歩いた後、結構体がホットになった時とかに、ちっちゃな牛乳パックで1本飲むのがカルシウムの吸収一番いいらしいんだね。あ、そうなんですか。そんなのか。そうですね。スポーツ牛乳が出てますもんね、今。だけど、そのスポーツの後に飲むのがこう、はい、体のこと、はい、いいね。で、私たちはカルシウムのこと考えないかんと、女性は特に。気がついたら、何要するに。骨粗しょう症で、背筋もさ、気がついたらほら、これとこれなんだ、ガン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 って、しかも痛みがなくてさ、で、だんだんこう曲がっていくじゃね、気がついたらね。だから、こう考えないかもね、カルシウムのことはね。だカルシウムだけ、だやっぱ運動って大事っちゃけど、その壊すぐらいの運動はいかんけんね。やっぱなるべく車置いてこう歩くとかね、階段とかも、エスカレーターってなくて、階段上がったりしようけ、一生懸命。みんなのこう、あれをよそに。カーとかなりながら。パキッそう、で、そんな感じで気にはしようっちゃけど、残念でしたね。せっかく紹介いただいたの。なんか偉いさ、こうまとわりつきにしちゃった。で、着付けのこととかも興味があるけん、教えてほしいとか言いましたけど、一応さ、ちょっと転がちょっと泳がしとこうかなと。ただ、ね、私言ったんよ。私もね、実はね、ニキビがひどくてからさ、クロルフィルと出会ってから、だから高校の時から全然変えてないといけないね、今までね。だから、年齢とともに、もうちょっとこんなのにした方がいいですよ、って言うと、こう言って気にしたことが真っ白にあると思うんだよね。ほら、どうしてもだんだんこうなってくるやん、この辺とか。ね。で、そのための、じゃあ、そろそろ、リンクルのなんとかかんとかは使うとかで、あ、じゃあ、いいですかって、一本がやっぱり、やっぱり何千円かするやん。ね。だけど、そんなすぐ進めじゃないけど、そろそろ入れてみようかって言っちゃってから。たら最後に、こう、乳液でこう押さえるけど、最後に乳液で蓋かけるとよ、ってなって、化粧水が修練性のやつがあって、ね、ソフトタイプがあって、ビタミン C のタイプがあって、で、それ場つけて、だんだん年齢のともに増えてはいくって、確かに。若い時。でもそれって別に、その、向こうが言いましたわけじゃなくて、私が、ちょっとそろそろピーンってきたけ、やっぱ、なんかセライカットでしょって言ったら、じゃあちょっとこれ使って言ったら、そのマシャコニャもこうね、で、パックにいた時も、実はそうやって、売り込まれてあったら、いやー、もう商売としては一番したらいかんことよね、っていう話はね。うん。で、あとで、ね、こんな失礼なことまで言った。目を見張るぐらいね、お二人がね、ちょっと、なんかほら、桃井かおりさんとかめっちゃ綺麗やな。うん。ねえ。で、ねえ、ちょっと申し訳ない。あなたたち何場所を取ってこっちが聞きたくなるぐらいね、ピッカピカに綺麗やないとね。そら、売れんばいたたっきりだよ。ひどかろう。でもそうだわ。しかも初めて1年か2年もうたっとらんのによ。そこ何ヶ月かぐらいでよ。何しようとあんたたちと話した、私からしたら。で、私が言いたいのはね、自分がものすごくニキビで悩んだ時に、要するに私はたまたまクロロフィルと相性が良くって、さーっと引いてからそのまま治ったけどね。ただ、やっぱりニキビ跡ってシミになりやすいよね。やっぱもうね、なんかニキビを作らないっていう方法が一番いいんちゃうけど、やっぱり、
食事の仕方が失敗しとって変なダイエットってさ、そう、あの水太りに、せめて水太りにならんことだって、あんまり水を余計取りよらんかったじゃね、昔ね。変な失敗してね。うん。で、つまり、あの、お通じを良くせないかんのにさ、あの、そうよね、今考えたらバカな話よ。うん。で、あの、なんか、便秘薬飲まんと、便秘薬がもう上院使用状態。良くないよね、そらね。で、ちょっとこう、なんか、肌に負担をかけるような睡眠不足みたいなね。あの、まあ、でも、それはちょっと、何、学業と仕事とね、あの趣味と、一生懸命やりよった時期やったけど、ちょうどそれが疲れが溜まって、アクネ菌が住み着いてみたいな状態とかあったもんやけどね。だけど、それで、ま、クロールフィット出会って、こう、劇的に治ったもんやけどさ。だけん、あの、ニキビで治、もし悩みよう人がおったらね、私はクロロフィルでよかったよっていう意味でね、あの、もし今使用したところが、とつぎさんご覧で、クロロフィルのお店が閉じるなんて印象的に、あ、そうそうそう、私と教えてくださいって。ただ、彼女みたいに丁寧に仕切らんわけだ。オッケー、ご覧ください。そうだよ、ちゃんと仕切らんわけだ。じゃあ、しかももう全然痛くないって。で、前のと、一番最初に出会ったところは西陣やったけど、もうそこもお店閉じてしまいちゃったじゃん。で、そこは、あんまりちょうど、バン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 って言うこの人くさ、一番最初のレクチャーと違うようなやり方新車やないと思って、何個のかちゃんと思ったわけ。でも、今行きようとこは、もうずっとブレーシャレント。きちんと新車っちゃう。うん。で、あ、その人が新車だったら、しっとりするんだって、自分がしたとか知っとるんだけど、もう絶対技術やだよと思っちゃうけど。だけど、彼女の技術を継ぐことはできんけど、あの、なんかやな。いい感じにしてくれるっていうの意味ではね、あの、悪い商品はないけど、もし彼女のとこが誰も継ぎてごらんでね、その結局あれとか言ったらね、あの、させてくださいって言いたくなるけど、じゃあそれでもよ、静岡のね、その発行元に行ってね、あ、これは本当に商売としてやっていけるなっていうのをちゃんと調べてからじゃないとせんよ。それなのにさ、そんな1年もせんどってからそんなのなんか、ものすごく頑張ってある社長なんですとか、なんとかとか、でも、お電話ありがとうございます。春増の吉住です。はい。はいはい。あ、あの、そしたらすいません。お手数ですけどね。あの、あれ、ちょっと、あれでして、持ってきていただけませんか。そしたら直接ご説明しますよ。あ、はい。ああ、はいはい、はい。はい。はい。うん、ですから、ちょっとそれ見させてもらわないとわからないです。はい。あの、ですね、容量がありますよ。やっぱ綺麗に締めてからじゃないとパチって止まらないと思います。うん、あ、つまり、あの、その穴のところにですね、あの、こう、凹凸になってるんですよね。飛べるところってですね。だそのところとかピタッとあっとかんと止まらないですよね。はい。多分それが原因だと思います。綺麗だよ。なんか会社ったね、時計のあれがね、こうきっと、つるっと入るちょばって止まらんって言うんしゃけん。多分、こう。うん。もしかしたら止まるっちゃけど、甘いっていうのはあるかもしれんけどね。あ、今日買われたお客様ですか、ね、多分女性の、あの、年齢の多い方やってる。うん。うん。でももしかしたら、緩くてどの頃でやったら、もうちょっと返品受け付けた方がいい。ね。だけど、来てくれって一応今言ったけど。うん。ね、見せてもらった方がいいもんね。容量あるじゃん。まあ、そんなんでさ、あの、なんかいな。私、それと言ったと、茶の雫やったっけ、ほら。石鹸使いよったら小麦粉アレルギーになっちゃったやない。ねえ。そんなところ考えてもさ、安易に、あの、なんかいな。で、しかもさ、それさ、自分もいいなと思って、ね。で、それば、売ったら結局マージンもらえて、どのこと、まあ、はけて、ネズミ、あの、アムウェイとか、ね。ああいう感じの商法で使用しちゃってるのね。今度ちょっと友達には、あなたもうちょっとほんと真面目にね、真剣にね、そんなね、ね、あの、危ないオイルとかって読んで勉強したとかでね、あんたね、本気でそんなん言うんだったら、もうちょっと、で、エゴマ油のこと知らんかったって言ったよね。あんた、エゴマ油知らんでね、ココナッツオイルはないよと言ったよ。ねえおわもう、思います。ねえもっと勉強しそうよ。いやいや、だけど言ったと。私ね、あんたもうちょっと勉強せないかんよってはっきり言うと。うん。ね間違っとらんね。
だけあの、うちにね、せっかくこう買い物来てくれんじゃったばってさ、うん。あの、えらい熱心に尻尾振りしゃあねえと思ったら結局そういうことやっとった。いや、でもね、あの、いや、残念っていうか、まあ、うちで買い物、うちで買い物してくれる分には間違いないけんね、別にね、言っちゃばってるね。で、私がさ、そのことを求めてるわけじゃないけんさ、で、これは難解なと思った、難解なっていうと、あの、ほら、眉毛とか、あと、あの、ちょっとスーッとこう、ここにアイライン出るのにさ、下手くそが死んじゃったら恐ろしくなるやない。あー、ヘナですね。ヘナのような色素を入れる。でもさ、あの、あれ、なんか、磯野さんが連れて行きにしちゃったお客さんはさ、うん、他のところであの人じゃなくて、眉毛のところとか綺麗と整ってるから、綺麗、それ自然やったわけよ。だそれはアメリカで捨てるんですかって聞いたら、なんだ、これ教えとこうって言ってからさ。で、これが高くないわけよ、聞いたら。うん、1万とか2万のしてね。で、絶対自然やったわけよ。だけど、これで、あの、この人に電話番号教えていいかいなって、この人に確認しちゃって、私、こう電話を習ったってけど、うん。っていうことで、ほら。こんなもんよ。いい、ほら、要するに、どんなに宣伝しちゃってもさ、技術でわからない。けど、人んしゃあのが良かったらさ、はい、ちょっと私も行ってみろってなるやな、はい。髪型とかその人の質があるけどね、あれやけど、はい、眉毛よね。要するにほら、いちいち描かないかんよね。うん、だからほら、それだけで全然印象違うけどね。これはちょっと待つ。上手な人は本当あの自然に仕上げて、それそれそれ、ね、上手だと。痛くないらしいです、あの、してもらってる。で、しかも、その出来上がったやつが昔はなんかいかにもなんか入れ墨しましたみたいな、みたいなのがあって青くなったり。韓国の方がよくされてますもんね。ちょっとあれにはなりたくないけどね。それが綺麗やったと。だけど、アメリカに遊びに来とんちゃったわけよ。うん。あの、磯野さん連れてきたんだね。で、それで、あの、それはアメリカの美容ですかって言ってたらね。いやいや、これ、福岡でね、あれと言おう。で、だんだん薄くなっていくけどね。やっぱ3回ぐらいしたらもういいっちゃけど、あの、初めの1回ぐらいで薄くなったら、一番最初にもうそれでいいやと思ったらさ、薄くなったら、あの、もう、せんどきゃいいやない。っていうような感じでね。あんな。で、ここの下に入れるのはどうかなって、その、いや、その、あの、下を入れるのはね、よっぽどなんか、自己主張の強い国とかやったら別やけど、もう、この上にちょっとスーッと入れるだけにしときにしたら、それもいいですよって言ったら、その目のとこはね。うん。で、しかも、だんだんこう垂れてくるやん。だけど、少し気持ち、ちょっとこう、あの、こう目がこうあったらね、こう目があったら、ここの、ちょっと、このぐらい、このリフトアウト、ちょっとだけスーッと、すごい入れすぎんことね、ちょっとこう、ここよりも、ちょっと気持ちいったら、ちょっと足せばいいぐらいな感じで入れられた。だけど、ここは入れるなって知ったよ。ここは。うん。こう入れる、あの、技術あるけども、ね、きつくなるもんね。ここだけでいいよね、ここだけ。ちょっとシュッと入っとったらね。ただほら、えらい、つけまつげの、ここだけちょっと入っておけばね。あの、そんなんでさ、これ上手な人だった。いや、この人に直接会ってないけどね。その作品が上手だったわけさ。でもね、求め通したらそこまで聞いてするって、いうのが商売と思っちゃうね。だけどつまりこの人はさ、こう宣伝しようじゃないけど、技術がいいけんさ、人が人を呼ぶわけ。ねえ。すごいよね。私も何かつけましょうか。いやだけど、でもね、私たちがあそこに立つときに、やっぱりちょっとこう、あの、つけてた方がっていうよりも、あの、あんまりぬかみそくさいっていうか、生活感がありすぎるのも良くないけど、うん、こう、あの、なんか、あんまりしすぎとかもいいから、だから私、やっぱさすがにね、このぐらいからこう汚れてる。このぐらいじゃないかちょっと汚れとるやん。それが汚れとるやん。いや、だけど、その、美しいものってさ、しすぎちゃってもいかんけど、してなさすぎるのが、ここの辺の重要がね。いやだけど、私は思っちゃうけど、質屋の売り場に求められるのはね、やっぱ聞かれたときに、あ、この人たち、本当、専門性高いなってやっぱ思われるって、思ってあるっていうことは大事なことやけど、でも、特貫工事だよ。ね。あの、聞いた、わかりませんのに分かったふりするのが一番いかんけん。ね。分からんことは分からんでいいけど、やっぱ、質問を受けたときに、とか、自分も、こういうの分かっとかんと説明できんなと思ったら、ずっと勉強しとったら気がついたらそういうふうになっていくけんね。いきなりはならんじゃん。うん。プロって、プロにいきなりならんじゃん。気がついたらみんながプロと認めてくれるじゃないで。多分ね。っていうので、使用時にドキドキしながらやっていくみたいな。うん。OK。あの、なんて言ったらいいと、聞かれたときに全く取り付く島がなくて、こうほら質問力じゃないけどね、そうやって聞いてもらったら、分からんことは分からんけど、こういうとこ見たら分かるよみたいな。で、ね、あの、ここは
観光客がバン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 来て、その外国の方が買い物に来るっていう雰囲気はないんだけれども、要するに、上海に行った時に、森田先生の関係で、ほら、上海の、要するに、つながりがあるもんやから、福岡に、日本にその人たちが来た時に、福岡空港から帰る、もしくは、佐賀空港から帰るなんていう時も、福岡インターも使うし、福岡空港も使うもんやで、うち血のりがいいわけよ。だけ外国のそのお客さんたちが来た時は、買い物ツアーで結局日本の方に今来るけんね。その時は、吉見さんとここに寄りましょうって言いましょうもんやけんさ。そういう人が来ます。で、そんなの意識して買ってきたと、今回、実は。その金額の張る、いいものを置いとかないかんって意味でね。ちょっとそんなのもね、ちょっとしながら。だけ不良在庫になっても、いい、生きとうものをちょっとね、すぐパッと売れんかもしれんけど、ちょっと、物、だけ地元のお客さんだけを意識してるんじゃなくて、そういう人の意識もしながら、ちょっと物はね。だけその人たちの話もよく聞いてから、旦那していかない感動があるんだけどね。なんかちょっと広がりそうで。そうそうそう。で、それでね、5000円以上のものを買ったら、それそれ。で、この書類を多分送ってきてくれとっちゃう。ちょっと見る暇がなかったんだけど、今ずっと。全然です。するするで、その手続きがさ、ちょっと結構ややこしいみたいって。一応さ、少なくとも、英語でやり取りができる人がおらないかんのが約束だけどさ、みんな英語の勉強せないかんのよ。いや、だが無理だよ。ダメよ。みんな勉強せないかんのよ、やっぱり。ペッパー君置きましょう。なんでペッパー君。ペッパー君に通訳になってもらって。でも、学習させないかんのよ。ペッパー君に教える人は誰でじゃ。なんちゅう後ろ向きなこと、いや、そらね。いや、だけどね、こう、田舎やけ英語は必要ないとかいう時代じゃ、もうラグラ的だぞよ。ちゅうことで、ほら、ちゃんと、はい。何かこう、免税と資料を送ります。で、5色ですよ。ここは、その外国人は来ませんよって前言ったけど、ほら、見てみろが、5色違ったようが、私が言ったことにね。ちゃんと手続きしとけばよかろうが、とか言って、ような話をしよう。喧嘩売りよったあいつ。いや、私思いよったっちゃうんだって。で、今年からなんですよ。途中から。5000円から免税の対象ね。ただ、ハードルが下がったもんね。はい。ちょっと5000円とかだと絶対あると思う。ねえ。あるよね。うちちょろっと買ったら何万かなるよね。もしほら、そうなの、お土産やけど、バッグ2つ買ったら5000超えろって言ったら、対象よね。それなのにさ。観光客が来る場所じゃないんだけど、お前、喧嘩売りようと思ったんですよ。だって、自分のところの会社がさ、そんな、あれ持っとうのにさ、外国人を引っ張ってくる、あれを持っとうしてるんですよ。そんなこと言う。で、こんなのの、ちゃんとマニュアルを作っとかないかん、社内的に。こういうので、こうしてチェックしました。だけど、結局しちゃいけないのはね、問題なのは、今、うちに、外国人登録証で普通にちゃんと滞在を許された人、許可をした人たちが、日本に住んどう人たちに、この手続きをしたらアウトだよ。それは当然やけどね。そう。そういうこと、そういうこと。だけど、そういう店になったら、彼女たちがそういうことをしようってもしかして考えたときにね、させられんって。ここが一番問題かなと思うわけよ。気づかせないようにさせないといけない。でも、タックスフリーなんていうシールは貼っとったらよ。ああ。だけん。デリケートなとこですね。そうなんですよ。ここがデリケート、ほんと、そこのとこは気をつけとかないかんっていうか。私からしたらそこはちゃんとしとかないかん。でも、何回だ。あ、でね、最後ね、税関で反抗してもらわな、帰ってこんちゃん。いくらその手続きをしたとしても。だけん、もし私たちがそこで、この人は向こうから来て今日今旅行ね、あれやけん、うんぬんって言われてこう反抗したとしても、それが不正やった、嘘やったらさ、反抗してくれんけんさ。でも、そんなことばっかりがずっと続く店やったら、ここ許可がね、剥奪されるということがあると思う。信用的な問題。そう。だけど、そんなのをちゃんと管理せないかんかなっていうところで、ちょっとこれね、大事な宿題になりました。これちょっと。これはね。で、これのね、相談に行くところが、福岡商工会議所やろうね、と思うと。
福岡かの粕屋町のあれじゃなくて、福岡商工会議所の方が多分これの、あれがあるわけね。森田先生のつながりのそのツアーのお客様たちっていうのは、まだ今回間に合わんだけど、それ。何十人もの団体の。いや、そんな規模じゃないと。うん、あのね、結局、少人数でご案内していくというか、うん。ほら、私たちがこの間、森田先生が上海ツアー行くよって言ったのが20名。そうそうそう。あとは今度は向こうもそういう人たちが来るわけ。そう。で、しかも、要するに、税理士さんが、みんな税理士さんのあれやない。お客さんやない。ね。私たちがそうのように。だから、向こうのそのバージョンで。そのバージョン。そうそうそう、こう。で、それが結局、まあ、行き来すると。いうパターン。で、信用できるのは、要は、森田先生の、結局、その、子会社とか、その会社の人たちやけ。で、この人は、肥後銀行で、肥後銀行の時に、中国の派遣になって、もう中国語をベラベラ喋って、もうほとんど現地人って言われようちゃけど、っていう人が、この人が、熊本出身の、ね、肥後銀行の人が、結構ポンって今、上海におってみたいな。で、その人が、その会計を通じて、ここの人は結局、この人も会計士さん。中国人の会計士さん。で、この人のネットワークじゃないけど、この人の結局お客さんたちよ。だけど、森田先生の私たちがお客さんの一人のようで、この人たちが私たちのお客さんになり得ると。だけど、だから、寝台相互の中にいるけど、これ、なんとも知れん観光客相手とちょっと違うけん、いいかなと思ったりして。うん。だから、この人たちが、ここで行かせてもらったら、いいとこ連れてってくれるよって話になるけん、まあ、ずっとそういう、こう。で、この人自身もこういう、そういうのが好きなわけよ。そういうもの、こう、が日本のもので集めてくるっていうのが好きやけん。だけど、まあ、この人が本当に集めような書が骨董やったりするけん、当たり外れがあるけん、この人のために、私が集めてくるとかいうのは、まだちょっとわからんけんね、ここはね。でも、長い間話をうちに、まあ、でも、月に一回あるかないかのヒントですよね。いや、もっとない。あ、そうですか。ないないない。うん、私、ママ友に上海にずっといた人がいて、喋、はいはい、れるんですよ。するよ。よとけん、この人が来るっていう日に、はい、それこそ入ってくる。うん、それいいね。それいいよ。もともとは神戸の人で。ああ、もう完全に全然つながるね。神戸ってやっぱ、そんな開かれた街やん。チャイナ系の航空会社のカウンターにいて、うん、で、結婚して、上海で何年かってあるの？ねえねえ、でさ、その人にさ、逆に言えば、うん、その私たちにその言葉を教えてくれる時間ないと思います。子育てが大変そうなんで、はい、教える時間はないと思うんですけど、うん、でもそういうスキルのある人は一人います。せめてほら、こんなやり取りだときはこうですよみたいなのをこう作ってきてくれとくとさ、はい、少しでも。だから前、かなさんが中国語でいらっしゃいませの言葉を調べとってって言われたのは、その人に聞いたんですよ。なるほど。ね、ね、じゃあさ、その日が分かっとったら、彼女がその日にうちに来てくれることは可能かな？分かんないです、話してみないと。毎月もないでよ。うん、ただ、転勤族だからですね。いつ行くか分かんないんで、あれなんですけど。でも、そういう人はいます。で、なんかせめて、その、なんていうかな、マニュアル作りを手伝ってくれるみたいな話。だけど、こんな時にこんな方、こういうふうに。喋れんでも、メニューのように見せたら、わかるみたいなの作ったらいいじゃん。だけど、その作成とかを、ほら、それだと、ほら、子育てしながらとかでも、できなくはないやん。だけど、要は、お客様に見せて指差し確認しながらできる、メニューのようなやりとり。をもし作るのを手伝ってくれたらいいね。だけど、私がそういうものを日本語で作ったやつを、それを、要するに、関東語、何を？中国語に。中国語に変えてくれたらいいよね。ただ、日本語バージョンは私たちがちゃんと覚えておいて、うん、で、それのこれやけん、全く同じもの、うん、日本語のやつと中国の英語のやつをあったら、こう見せながら、向こうもわかんしゃいよね。うん、で例えば、見開きにしといて、こっちに英語が、日本語が書いとって、こっちが中国語、全く同じもの。ただ、自分たちも分かりながら、こうって言ったら、これで分かるかなって言ったら、顔が分かんないけど、やーって言っちゃったら、一応、片言でもやり取りできるよね。っ
ていうようなパンフメニューを作るのを手伝ってもらうとか。聞いときます。で、そういうことがちゃんとできるのも、この許可をもらうためのハードルでもあるじゃん。そこまでできてますよっていうふうに、そこに申請するのに必要なんですよ。そうなんですよ。申請するのにも必要なんですよ。すいません、よろしくお願いします。助かります。弾んでくださいとかね。いや、それはちょっといりますよね。うん。だから、お子さんがいるから外に働きに行けないけど、自分の今までのキャリアを生かしてうんぬんとかだったろうね。うん、でも、カナさん、ご近所さん嫌いませんかね、そういう、うん、団体客さんっていうか、こう、入ってこられてる様子。いや、それはあれやろ、心斎橋のところが大渋滞になって、大きな観光バスが30、40になって、こうなっとうけん、今、迷惑しましたろ。いや、そんな大きな大やろ。喋りますからね。あの方々、うん、うわーって来られて、うわーって出て行かれるっていう。だけど、その人たちが来る日は、私たちのセロは、いつもしよう、春町六方杯セールとも全く別の日に、この日は来てもらったら困るって逆には言わないかってくらいの感じかな。まあ、プラスで考えていきます。聞いときます、その。すいません。お願いします、はい、お電話ありがとうございます。春橋よしみです。はい、お世話になります。あ、はい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 、それは機械のところも入れてですね。はい。すみません、懐中時計ですか。はい。60グラムあります。20グラムは引かれたらもう確実に大丈夫ですが。はい。いや、わかりません。はい。ガラスが重たく、昔の使ってあったりすると重かったりしますけど。はい。いや、だから、なんていうんですかね。もう、アンティークの、要するに良さがなければ、もう壊した方がいいんですけど、でもね、物によってはね、壊さない方がいいものもあるんですよ。だから、そこら辺の見極めがですね、要するに、壊してしまったらもうその商品はないからですね。だからまあ。はい、その品物見せていただければ何グラム引いたらいいなとかのさじ加減は、現物見ればわかります。はい。いえ、もう壊さないでだろうでいきますので、の方が私はあんまり簡単には壊したくないんですよね。はい、あ。お願いします。はい。レディースのオメガの無垢の時計ってさ、60グラムもあるかね。あ、ベルトが重たいんじゃないね、そしたらね。まあ、ベルトも、ね。何グラム引いたらいいのかって、シャークさん見させてくれって言ってる。ベルトが金じゃなかったら話別やもんね。社外品つけてある場合もあるもんね。ね、なんともいいよね。やっぱね。でもさ、電話で問い合わせて聞いちゃうもんってさ。本当よ。電話して聞いちゃう人も適当やけどさ、ある程度適当にしか答えられんもんね。あれ、いつもこれ作る。多分。そう。違うの。うん、そう。あ、いいです。はい。私はいいです。